こんにちは、土の子です。さあ今日もねミートピアやっていきましょう。まずちょっとお買い物してあげようか。ブロンズの鎧、お金ならあるんやで。食べちゃうぞ。ほい、宝石見つかったよ。あんなの欲しがるなんて変わってるわね、あなた。さて次はどこ行こうかな。簡単やった方がいいのかな。このびっくりマークついてるのは20の普通か。簡単行こう。出川、久しぶり出川。ちょっと聞いてください。最近ですね、最初の国がまたピンチでして、ネズミの怪物が暴れてるのです。それで王様が私に何とかしろと無茶なことをおっしゃいまして、助けを探しに来ました。どうか最小の国を救ってください。チーズケーキが報酬か。悪夢の塔のネズミの怪物やってみよう。ネズミの怪物か、隠された塔から来るようです。久しぶりだな最小の国は。どこにいるのだね。わあ、そんな塔が。行ってみよう。魔法使いってさ、ん？ほうきで空飛べるの？それは無理だよ。わ、かわいいネズミ。普通になんか網ぐるみじゃん。よし、おっきい宝箱は？マッチョの鎧。サムスくんのか。マッチョになりました。ん？何話してんだろう。マッサージ？オチの子が掃除してる。頑張って。めっちゃ早く動く。ハンドステッキ。いいじゃん。指差し確認。迷彩の鎧。よし、これも。もうすぐ着替えちゃう。かっこいいじゃん。最近気になってます。レミリアが戦ってる時こっそりおならをしています。また本人はバレてるとは知らないみたい。でも私にはバレバレだよ。匂ってくるのかな。風下にいるのいつも。お、扉の鍵ゲット。ここに扉の鍵があるんだ。よし、これでいけるようになったのか。先にRPG 特有のね、先に怪しいところから行ってしまうっていう。結果いきなり見つけた鍵で開いちゃった。イエーイ、やったー。何が待ってるんだろう。お、次だね。ん？あら、かわいい。行くよ。全然悪さしてるように見えないんだけど。本当にワイルドネズミ、そんなに悪い子なの？じゃあ爪といで。猫といえばネズミでしょう。メガファイヤー。まあうひょーになっていけ。続く手助け。うひょーい。200。土の子さらに手助け。おい、強すぎだろ。挟み撃ち200だで。おいおい、攻撃しないで倒したぞ。手助けでやっちゃった。弱すぎ。はあ、あのネズミの怪物はやっつけたよ。本当ですか、よかった。お礼にこれをどうぞ。いや、本当にあれだったの。全然怪物じゃなくてむしろ可愛かったんだけど。出川のお願い叶えちゃった。本当に簡単だったね。またオチの子たちが話してる。ね、知ってる？何？実はレミリアってね。カサ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 。そうなの？そうなの。フランとね、姉妹なんだよ。でも閉じ込めてたみたい。みんなに教えてもらった。出なくなった王様もお喜びでした。お肉を盗まれなくなったとか。そっか、それは確かに重要だね。ちょ、びっくりマークのやつ先に行ってみるか。これ
はじめ、おお、はじめさん、一度だけ会ったことあります。はじめさん、ちょっと聞いてくれるかな。うちの太郎がね、不気味な宝石を拾ってきたんだ。太郎って誰？捨ててくるように叱りつけたらショックで家出しちゃってね、心配なんだ。一緒に太郎を探してくれないかにゃ。一緒の猫ですね、職業。引き受けましょう。一緒に、はじめ一緒に行きましょう。さあ行こう。タクシーで僕は一緒だったんですよ、はじめんと二人っきり。不気味な道。おお、なんか音楽がいいな。でんでくでってでれでれ。わあ、なんだこれ。お化け記述。サンドイッチ盗んだ。パンからサンドイッチ盗みました。ふん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 。その後何？私が作ったの生かしてるでしょ。なんか聞く覚えあるな。あ、モグラの鳴き声に似てる。シーン。なんか反応してよ。ショックだったかな。あれ、僕たち話してるね。暇だな。よし、イメチェンしよう。ちょっと待っててね。何になるんだろう今度は。お待たせ。うん。うん、なんか誰かに似てるな。別人みたい。誰だっけ、なんかに似てるぞ、すっげえ。いや、思い出せない、悔しい。スフィンクスって、イエーイ、キルアル。砂のスフィンクスか。いやいや、ミスタークイズマン。さあ今回のクイズはなんだ。宝箱シャッフルやりましょう。これめっちゃ簡単だったね、前も。チャンス1回、オッケー。目で追えるよね。お、4つになってる今度。いけるかな、右そこ。ものすごい速くなってくるかな。まだ全然目で追えるけど。今左だよね。はい、左。まだまだ余裕ですぞ。ちょっとでも前回より難しくなったね。ゲーム券3枚。ゲーム券3枚美味しいよ、当たりの時だったらね。サムスはいつも元気だね。昨日よく眠れなくてあまり声が出ないし、すげえ元気だけど。今日も元気だね。元気じゃないことを元気にアピールする。なんだ、マリオとレイムが話してるよ。レイムの好きな人って誰？いないよ。イツミはいるよ。いるんだ、フロピーチームだよね。もっと興味持ってほしい。なんでマリオと一緒にいるんだっけ。ちょっとペンキーに戻しとこう。タラッタタン、その歌なーに？僕が作ったの、かっこいいでしょ。なんだろう、僕のオリジナルだよ。あ、パンの声に似てる。おい、パン、パン声出さねえぞ。パンが喋るか。ちゃんと突っ込んだ。ちゃんと突っ込んだ、中の僕が。はじめの服いけてる。いつもいいの着てるよね、はじめさん。ん？ポケットに何かが。 HP バナナだ。なんだろう、突っ込んだ誰からだ。 HP バナナ買いすぎた、邪魔だからレイムのポケに。ペンキどんだけバナナ買ってんだよ。みんなのポッケに入れてんじゃん。ペンキいただいておこう。お、なんだ、踊ってる。ひたむきな姿勢がミートピアに平和をもたらす、トレーニングだ。じゃあ、うわー。倍速。げおい、これやべんじゃね。これはもうみんなノリノリだ。けやべ、
あいけ、よし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 、仇は取った。どうしようかな。あやっちった。ちょ、また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 、ふりかけで僕を直し、超ノリノリにうしー。よし、2人はきついわ。ん？おい太郎、帰ってきておくれ。ここにはいないのかにゃ。ん？まさか。あ、おい、はじめなんとおい、すげえとこに着いたなちょっとこれは笑っちゃったぞ。はじめには悪いけど。さあ、ここも詰めといていきましょう。メガファイヤー、よし。ん、どういう行動してくる。わあ、回復だ。もう一度行動。なるほど、1体、そして2回攻撃、3回攻撃だね。なるほど、よし、詰めといたね。じゃあノリノリになって、サムスクもノリノリだ。うっしー、ほらーだー、463、さらにメガファイヤー。あー、ちょっと危ないね、ここはもう。あー、でも結構 HP 強いぞ。ノリノリ召し上がれ、辛い、ヒヒー。おー、いいぞいいぞ、来い。よし、手助け、挟み撃ち、さらに挟み撃ち、でかい。だだだ、いけ、だだだ、つえ。あ、やばい、ちょっと待って、ここも、もう、あー、もう HP はあとちょっとですな。ここもやられるそばから回復していっちゃうよ。大丈夫、サムスクやべえ。お、レイムと仲良くなったね。興奮しながら好きになってくれました。さあ、もう終わるでしょう。ヒヒー、僕が手助け、挟み撃ちだ。強い2人が挟み撃ちおい、顔だけ落ちたぞいやー、感謝するにゃ。今の太郎だったんじゃないの、逃げたの。犬の特徴パン、おい、パンになっちゃったぞ。太郎がパンになったよ。おい、いきなり顔取られてすぐ元に戻しちゃった。ふにゃー、まったくひどい目にあったよ。あ、でも太郎復活してるね。でも太郎も無事でよかった。その宝石もらえないかな。こんなのでよければ、右目の宝石ゲット。世話になったね、行くよ太郎。はじめのお願い叶えた。超魔天狼の宝石2つ目ゲット。あとの2つで扉が開く。まだ半分か、ヒュー。もう半分だ、頑張ろう。そうだね、僕がぐったりしてたらみんなぐったりしちゃうもんな。何、誰、またパチリ。パチリ風邪ひきさんだね。さあ、ちょっとはじめに話をして。ふーい、おーい、ふう、太郎なら家でおとなしくしてるよ。あの事件が相当答えたようだにゃ。そうだね、鼻ちょうちんには自分がつくなんて思わなかったんじゃないかな。でも、はい、ということでね、今日はここら辺で終わろうかなと思います。ということで、恒例じゃんけん、じゃんけん勝負だ。1500ゴールド勝負。さあ、今日の気持ちは、何でも切り裂くチョキである。ピシッおい、じゃんけん弱すぎ。はい、
ということで今回はね、2つのお願いを叶えた感じかな。まだまだ結構お願いあるみたいなんで、ちょっとだけ、続いてから超魔天領に進めるんだと思います。ということで、またまた明日もね、楽しくやっていこうと思うので、よかったらまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。